じゃあ芭蕉のひだを取っていきます。まず垂れ先を表にします。ここから指2本分2センチのひだを取っていきます。1、2、3、真ん中をクリップで留めます。こちらで1、2、3、4枚のひだが出来上がりました。次にここから手をこういう風にして、ここの印ですね、ここに印つけていきます。で、このクリップとこのクリップがつながるようにひだをこういう風に取っていきます。こちらが掛けひだになります。じゃあいきますね。1、2、3というふうにこのクリップが近づくようにこういう感じでひだを取っていきます。こういう感じで出来上がりました。で、このままもうクリップを取ってもらって、下から右手で握りしめ、ここの続きをですね、大体そうですね、まあ、この辺りを半分に折ります。半分に折ってこのまま倒します。半分に折って倒す。こういう感じになります。これが初めに取ったひだですね。で、この長さはだいたい一手分ぐらいの長さで取ります。で、帯のひだはこの手前側に全部揃えるようにして、こちらが背中側になるので右手でこうタックを取ります。こういうふうに寄せてタックを取り、余り分はこのまま少しこう丸める感じですね。ここでこういうゴムベルトをくるくるっと留めていきます。これ今芭蕉のひだが出来上がりました。まず垂れが上、手が下に結びます。垂れは柄を表にして二つ折りにして結び元は広げます。手の方は裏返しにして結び目をこう広げておきましょう。三重紐をします。垂れ先で芭蕉のひだを取りました。こちらが背中にこういう向きで来ます。こちらが出来上がりのイメージです。まずこの結び目からこの垂れ先の方ですね、こちらに長さがあるので羽を2枚作っていきます。まず結び元で左に折り返します。輪っかが下です。この幅はだいたい一手分ぐらいですね。ワンタック取りまして、三重紐の2本目に預けます。次にこの残りで羽を作っていきます。またここで折り返してもう1枚羽を作っていきます。三重紐の1本目にかけるんですが、この羽とこの芭蕉の羽は一緒に引っ掛けます。こちらで1枚目2枚目の羽が出来上がりました。右の羽の方は三重紐の2本目にかけて真ん中クロス掛けになります。最後に手先の方で万葉ひだを作っていきます。
この親指からここに向かって1、2、3、こういう感じで1、2、これ1、2、3、4、5枚の万葉ひだが出来上がりました。柄を左にして3本目の三重紐に引っ掛けます。枕をします。枕はへこみが上側になります。その方が羽を支えるで安定します。枕をぐっと持ち上げて枕の紐は三重紐に下から上に絡めていただくと枕がずり落ちにくいんです。同様に右もしていきます。ここですね、こう見えているところがあるんですけど、ここに帯揚げの上側をこう挟み込む感じで綺麗に整えていきましょう。最後この万葉ひだの延長線上は綺麗にこうドレープのひだを生かしてもらって、で先に帯締めをします。で帯締めをこう定規代わりにして、だいたいここら辺下ここかなっていうぐらいに合わせて、このままくるっとしていきます。で余り目の方は中に入れ込んでいきましょう。最後形を整えていきます。羽をこう存分にこう広げていただいて、華やかに作っていただくと綺麗ですので、やってみてください。